選択的夫婦別姓の早期実現を申し入れました。ぜひ国会で建設的な議論が一日も早く進めていただきますようよろしくお願いしたいと思います。経団連は今日、結婚後も希望すれば夫婦それぞれの姓を名乗り続けられる選択的夫婦別姓制度の早期導入を求める提言書を提出し、小泉法務大臣に申し入れを行いました。提言書で経団連は、女性活躍が進む中、ビジネス上のリスクになりうるとして早期の実現を求めていて、政府に議論の再開を促したい考えです。